という場所は一箇所もありません。ありがとうございます。座っていただいてすみません。4000人以上の方がまだ仮設住宅暮らしをしています。で、仮設住宅の方のために最初は僕らも活動してたんですけども、行ってみると分かったんですけども、仮設住宅ではない方もまだ被災者として、暮らしています。町はようやく山を切り崩して高台を作ったんですね。高台の上に町を作ろうという土台だけが今できた状態です。で、まだね、そこに住むようなことは、ね、できないんですよ。仮設住宅が出ることもできない。そんな暮らしがまだまだ続いています。で、今熊本の方でも大きな地震があって、いろいろな方が大変な思いをされています。で、私たち名古屋にいる何ができるかというのを少し考えてみてほしいなというふうに思います。で、向こうでも踊ってる人がいるんですよね。で、踊ってる人たちはやっぱり名古屋でも、僕たちのことを忘れないでいてくれてることが何よりも嬉しいというふうに言ってくれてます。なので、何か踊りで一つになれることってないんだろうかなというふうに考えて、今回実はオリジナルの曲を作らせていただきました。ありがとうございます。に昔から伝わっているというか、今大事に保存会もあるんですけど、昔からやっているよさこいっていうのがあってですね、その中にも阿波踊りというのがあって、高田音頭、チャウチャウ高田といういろいろ2曲ぐらい僕らも踊らせていただいて、阿波踊り、まあこっちでいう盆踊りのような形になると思うんですけど、これいいなと思いまして、僕らも名古屋でも踊れる阿波踊りを作りたい。で、陸前高田に行った時にも踊って、名古屋でも踊って、またいろんな地域でも踊って、日本中で一つになって繋がってるんで、輪になっているんだよということを願いを込めて作りました。タイトルをこの空の下と言います。この空の下、はい、どこに行ってもこの空の下、同じ、サポージュとして繋がっていこうという思いを込めて作りました。今からその曲を踊らさせていただきたいなと思います。皆さん、ちょっといきなり初見だと難しいと思う。